結んだところあたりだけにこの水 100cc 漂白剤 100cc を混ぜたものを垂らしてみようと思います。これゴムで縛ったところがこんな感じ、まあざっくばらんでこんな感じのところね、ここの辺を漂白剤かけてみようと思いますと思ったら、なんかこういう風に丸めたところが伸びちゃったので、引っ張っちゃってちょっと直してきます。ここですね、こんな感じにくる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 、こんくらいでいいかな。でゴムしましょう。よいしょ、よいしょ。こんな感じ。ではゴム手袋します。パッ、ゴム手袋してきました。ここに入れちゃってでつけた方がいいか。こうよいしょ。でここいや全部つけてみよう。どうなるかな。うん、なんかちょっと足りない気もするわ。まあこんな感じ。どうなるかな、どうなるかな。ちょっとこの漂白剤を原液でちょっとつけてみます。ここでしょ、それからここ、それからここ、それからここ、ほんとアバウトこんな感じ。どうなるでしょうか。15分経ちました。こんな感じ、ね、黒いところとこんな感じ。ちょっとお水を出してみましょう。
して、竹長さはですね、前がちょっと短くて後ろがちょっと長めの T シャツなんですけども、もうヨレヨレでボロくなってしまったので、これもちょっと実験的に、この先ほどデザインしてみました。これをこんな感じでちょっと仕上げてみたいと思います。裾のところからやってみます。裾を縦の模様になるように、だからシャツを横に置いて伸ばして、縦だからまあ大体こんくらいかな、こんくらい模様つけようかな。ではもう本当にアバウトにこんな感じに見える、よいしょよいしょ、端からこんな感じで、このぐらいの薄さにしようかな、こんな感じで、表面も裏面も今一緒に折ってしまっています。こんな感じで、こんぐらいかな、ここをちょっと仮止めします。このぐらいかな、タコ糸、これでちょっときつく結びます。ここね、こうやってやってみました。はい、そしたら今度はこの袖の部分やってみます。袖の部分、
クリップで留めとくと楽かもしれません。かもしれませんじゃなくて楽ですね。今度はこっち側、反対のお袖です。上側の布だけやってます。オール畳んでます。これに合わせるというかね、そこから。来ました。来ました。お袖の部分。ここですね。多分これは紐で結んだので、こういう風なこういう風な線が出ると思います。ここは1、2、3、こんな感じに線が出るかな。よいしょ、こんな感じ、こんな感じ。これはダイソーの有料ブリーチ。下だけやってみます。それとあとここ袖の部分ですね。血が漂白今度は腕の部分、よいしょ、ちょっとこんな感じ。もうちょっと丁寧にやればいいのにね。ね、もうちょっと丁寧にやればいいのにね。上と下だけちょっとつけておきます。
サイズがね、だいたい大きいの畑仕事とかで使ってるから、ちょっと丈が長めのね、LL がそんぐらいかな。それでたまに絵を描いた時のアクリル絵の具がついたりまたしてます。まず袖から、袖が長いので袖からやってみます。ちょっと半分に折って、半分に折って、大きいのでちょっとやりづらいので、おっと、あ、こっちだ。すごくズボラでやばくですけど、どんな感じになるか、こんな感じで、まずこれ、それからなんかこんなのも用できたかなって感じで、なんかもうすごい、こんな感じでシュクシュクシュクシュって感じで、シュク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 シュってこんな感じ、こんな感じで、ルズメのなんか、決めらないで、このままずっとやってみます。なんというシュク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 よし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 、こちらの反対側ですね、シュク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 。脇下から上はクシュクシュクシュッとやったので、あとは下だけですね。こっちもクシュクシュッとやってみようか。クシュ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 、あんまり細いと、クシュクシュが細いとなんか見栄えがしないので、ちょっとね太めにクシュ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 。Thank you.
はこんな感じ。すごい適当だよね。で、脇下上は袖ね、長袖、こしょ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 で、こっちはくるくる。これを今回は漂白剤に全部つけてみます。ポンポン、これね、水と漂白剤を半々にしたものを入れます。乾燥の部屋を入れます。先ほどのこれをつけます。今回はドビャーっとつけてます。全く計画性のない私です。楽しみ。でも わあ、すごい色になりました。洗ってみます。それで糸を切りますね。よかった。